教えてあの子の願い事、うん、はい、ということでですね、まあ、七夕短冊でお願い事をするというのが、まあ、七夕のルールでございますけれどもですね、ここからはちょっとですね、ゲームコーナーといいますか、皆さんで一緒に楽しみたいと思いますが、ルールの方説明します。ただいまお座りいただいているテーブル、ね、僕から近い方から、こう、1、2、3とありますけど、これですね、A チーム、B チーム、C チームと、分けさせていただきます。で、ですね、出題チームはですね、自分たちのチーム内にいるどのキャラクターでもいいんでですね、キャラクターの願い事を考えてもらいます。ね、まあ、その、白熊か、まあ、先ほども言いましたけど、金役とかもとっても多い作品なのでですね、どのキャラクターでも、OK でございます。チーム内のメンバーが演じてらっしゃるキャラクターで出題してください。回答チームはですね、今ちょっとお配りしてるそのスケッチブックにですね、お願い事、短冊の代わりにしてですね、どんどん発表してもらいたいと思います。どの願い事をチョイスするかは出題チームに選んでいただきます。ちょっとまあ、ルール分かりづらかったと思うんですけれども、はい、まあやってみたらわかるかな。まずはじゃあ、A チームから。A チーム、A チームこちらですね。はい。A チームからやりたいと思います。うん、A チームの、どなたかのお願い事。なんでわからへんの。昼やったやん。え？分かった。遠藤さん、はい。昼やりましたよね。やりました。同じことやればいいんですよね。ど？同じことやればいいんですね。同じことやれば、まあそうやね。大丈夫、分かってます。すいません、はい、昼をやってない組はポカンなんです。昼はやってない組はですね、はい、なんとなくこっち側を見て。あえだからボケましょうですやってないです、大喜利です大喜利キャラクターが願いそうなことを書くんですね。そうですそうですそうです、分かってんじゃん。そうで、いい、A チームからはどのキャラクターのお願い事にするかです。お二人ですけど、はい、4人みたいなもんですもんね。そうですね。誰にします？誰のお願い事にしましょう。やっぱり笹子さん。いや私的にはもう、いやなんか元全部知りたいんですよね。元エンディ、全部知りたいんですあなたのこと全部知りたい。ゾウガメだった。元エンド、もっと押して、もっと押して。ゾウガメがいいな。え、もっといて。ゾウガメさんがいいな。ほんですか。はい。え、いいんですかそれで。いいんです。あー、じゃあゾウガメで。このさん、なんで僕責任持てないですけど。じゃあゾウガメさんのお願い事を皆さんで考えていただくということに、させていただきたいと思います。ではですね、ゾウガメの願い事にぴったりね、どれがぴったりだったか、あとで A チームに、はい、もう早いですね。かなり君できました。はい、お願いします。じゃあゾウガメさん、長生きしたい。そうね、ほぼかなってはいる。なるほど。でもそういうことです、そういうことです。ゾウガメさんのお願いですよ。あ、本当に大喜利なんですねこれ。本当に大喜利じゃない。本当に大喜利なんですね。できました。そんなにボケてなかったよ。できました。はい、スイダ君、ガメラに出たい。